チャワタティコミスタティ、こんにちは。ランクチのサチ、イタリア料理教室やっております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい簡単にできるお料理、お菓子、パンをご紹介しております。本日はですね、アボカドにアボカドオイル、そしてトマトで簡単にできる美味しいサラダを作っていこうと思います。アボカドね、とっても体に良くてね、美容にもいいオイルです。はい、それでは早速作っていこうと思います。作り方、概要欄の方にですね、詳しい配布を書いておきますので、よかったらご覧ください。ちなみに私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっております。そちらではオンラインレッスンとかね、あと対面レッスンとかもねやっておりますので、ご興味ある方はですね、下の方に LINE 貼っておきますので、よかったら登録してみてください。今スペシャルなプレゼントも差し上げております。はい、それでは始めます。また後ほどね。あとポ、はい、本日の材料です。まずはトマト、そしてアボカド、そしてあればで、お、転がりました。ほんのちょっとのね、赤玉ねぎね、サラダにとても美味しいです。なければ普通の玉ねぎでもいいです。そして今日はね、こちらのアボカドオイルね、使っていこうと思います。とっても体によくてヘルシーです。そして酸味は、はい、こちらです。白ワインビネガーですね。はい、白ワインビネガーにね、あ、そうだそうだ、今日はね、このこれちょっとね、冷蔵庫の中にね、なんか撮影で使っちゃってね、なんか、薄切りになっちゃったのが残ってるので、これでね、ちょっとレモン汁を絞っていこうと思います。はい、それでは始めます。はい、それでは始めていきます。まずはトマトは、ここのね、まずヘタのところをね、取ります。はい、そしてですね、まず半分に切って、で、また3分の1に切って、私はね、ゴロンとしてるのが好きなので、結構、ですね、これをまた半分切りました。いよいよアボカドです。アボカドはまずね、半分に切りますね。こんな感じで。できました。そしたらこれですね。そしてこの種のところね、これはこの包丁のこの端っこっていうか下の方ね、これをね当てますよ。気をつけてね。そしてぐっとねじって、おっ、取れましたよ。今日はこれね、すごく柔らかいので、なんとこの包丁でですね、スーッと結構むけちゃいますね。むけちゃうよ、ほら、よいしょ、綺麗にできました。もう一つやりますね。トマトのゴロンに合わせてね、アボカドもゴロンでいきます。柔らかくて美味しそう。はい、切りました。入れて、そしたらアボカドは結構色が変わっちゃうので、すぐにレモン汁か白ワインビネガーでちょっとね、色止めしときますね。こうやってね、先にもう切ったらすぐに、今日入れますよ。これがあるとすごく美味しいです。新玉ねぎは全部は使わないよ。今日はちょっとでいいかなと思うので、今日はまずお酢、もらえていいかな。そしてこんな感じで細かく、
したらこんな感じでできました。赤玉ねぎが入りました。こんな感じで粗塩があったら粗塩しめた、粗塩で、普通の塩でもいいですよ。粗塩あったら粗塩はこれいらないね。塩入れでした。はい。シンプル。ちょっと香りを。癖がなくていいかもしれない。じゃあ今日は大さじ1ほど入れました。そして白ワインビネガーですね。1ほど入れました。そして今日は胡椒、よいしょ、はい、崩れないようにさっくり混ぜてちょっと味に、おいしい。今日はミントをね、たくさん入れちゃいたいと思う。ちょっと待っててね、今ベランダから取ってきます。はい、ミントを今ね、取ってきました。で横にね、今日はバジルもあったんで、バジルも、もしね、この2つなかったら、そうですね、パセリとかでもね、OK ですよ。パラパラ、ちょっとちぎろうかな、手でちぎっていい。パラパラ、いい香り。あ、そうだ、今日この、皮ちょっとあったね、これね、無農薬から香りをちょっと入れたいと思います。いい香りです。ちょっと今ちょっとね、いいもの見つけちゃいました。例によって、これは甘夏かな、これね、今日ねちょっと絶対合うと思うので今日これの中に入れていきます。急遽レシピ変更になります、はい、というかね、まあ、これ入れなくてもいいんですよ。でも入れると絶対に美味しいと思うので今日はこれを入れることにしました。お、いい香り。こうやってまずね、包丁で周りを取った、やっぱりいい香り。なんかこれね、オレンジでもいいよ。出来上がりましたよ。それではいただきます。ちょっとね、このやっぱりこの柑橘いいですね。濃厚なアボカドのね、オイルとアボカドの濃厚な感じにこのさっぱりとした柑橘とトマト、よく合いました。とても美味しくてね、まあ、簡単ですね、ぜひね、よかったら作ってみてください。今日の動画面白かった、そしてためになったという方はぜひチャンネル登録、そして高評価などよろしくお願いします。他にもね、ナレーションにね、ご紹介しておりますので、ご覧になります。インスタグラムもお待ちしております。それではまた。